ベガ号ストックホルムの国立自然歴史博物館にあるベガ号の記念碑ベガ号はスウェーデン王国の科学者アドルフ・エリク・ノルデン・ショルドが1878年から1880年まで提督として乗船した蒸気船である当時誰もなし得なかった北極海航路の制覇に大航海時代以来史上初めて成功した船であるベガ号は1872年に ドイツのブレーマーハーフェンで建造をされた特注の捕鯨船である。規模は357トン、乗員は30名であった。ノルデン・ショルドは航海士ではなかったので熟練した航海士であるルイス・パランデルが船長となった。しかし航海の準備と計画はノルデン・ショルドが行い、すべては計画通りに進み、すべて予測していた通りの結果となった。唯一の不足は、 ベーリング会場で流氷に取り囲まれたことであったが、無事脱出できたのは、船長パランデルの優れた航海術によるところが大きかったという。ノルデンショルドの航海は国家的戦略であったから、スウェーデン国王オスカル2世の承認によって行われたほか、スウェーデン、ロシアの合唱もまた支援を行った。ロシアにとっては、シベリア以北の北極海の航路発見は、 自国の発展にもつながるため、むしろ歓迎していた。ベガ号は、1878年6月22日に、ストックホルムからイエーテボリへ向かい、7月4日に正式に出港した。ノルデンショルドは、航路計算を行い、シベリア沿岸部を航行することで、北極海の通過に成功したのである。それまでの航海は、小船であったことといずれも、 航行不能な北極海上を通過しようとしたために、そのほとんどが遭難していたからである。ベガ号は9月28日、北東航路の出口にあたるベイリング海で流氷に閉じ込められ越冬する羽目になったが、翌1879年7月18日に氷を抜け出し、9月2日に横浜港に無事帰港した。一行の歓迎の祝典の後、ノルデン・ショルドは日本で 大量の書物を購入した。一ヶ月ほどの滞在の後、ベガ号は長崎港から出港し、東南アジア、インド洋を航行し、スウェズ運河を通過し、地中海周りで1880年4月24日、無事、スウェーデンに帰国した。その間、誰一人として死亡者や解決病等を出さなかった。唯一のルデンショルドただ一人が船酔いしたという。 ノルデン・ショルドが日本から持ち帰った書籍は、現在もストックホルム市のスウェーデン王立図書館に所蔵されている。ノルデン・ショルドは、翌1881年にアジアとヨーロッパをめぐるベガ号の公開と題した公開記を出版した。北東航路発見後、ベガ号は捕鯨及びアザラ資料に用いられたが、1903年にグリーンランド西部のメルビル湾で沈没した。 現在では、ストックホルムの国立自然歴史博物館に記念碑が建てられている。小林 1910P60 では10月28日と記す。ツングース族のピトレガイという村の沖に投病し、投影したとある。ありがとうございます。